秦国の六国将軍李信の妻となるのは誰かを大胆予想。羌かい？それとも華陵天か？むさ苦しい男だらけの戦国ドラマと一線を画し、キングダムにおいては女性キャラが登場して画面に潤いを与えています。連載開始当初は13歳だった秦も現在は23歳くらいで、すっかり青年に成長し、階級も上がり、そろそろ嫁を取ってもおかしくない年代ですよね。そこで、はじさんでは、下世話ながら、秦がキングダムの女性キャラクターの誰と結婚するのか、を大予想してみます。秦と結ばれる可能性がある女性キャラ1、華陵天。華陵天は、キングダムの初期からいるキャラクターで、三民族の末裔として、国費村で一人で暮らしていました。当初はちょこまかしているだけの仲間キャラでしたが、現在は軍師としての素養を身につけて、飛信隊に必要不可欠な存在になっています。もともとは女性であることを隠していましたが、今ではカミングアウト。不可抗力とはいえ、真とキスを果たしています。抜群に料理の腕前があるという部分も、真の良き妻になるという伏線といえば伏線かもしれません。真と結ばれる可能性がある女性キャラ2、羌かい。闇の一族蚩尤の凄腕の暗殺者としてキングダムに登場する羌かいですが、見た目は可愛らしい女の子。しかし、舞うような剣さばきは、瞬時に数百人の敵兵を切り殺すという恐ろしさです。そんな羌かいですが、当初はほとんど秦に関心を示しません。秦に興味がないのではなく、姉を殺した現蚩尤幽連を探して殺すという宿命があるために、他のことを考えられないのです。しかし、一度飛信隊を離れて幽連を殺して姉の仇を討ち、宿命から逃れた後は、脱走した蚩尤、羌明が結婚して、二人の子供までいるということに、強い関心を持ちます。そして、飛信隊に復帰するや否や、秦の子供を産む、という爆弾発言をするということになるのです。特に女性らしい何かができるというわけではありませんが、何よりクールな美少女ですし、思い込んだら命がけというタイプでもありますし、なんだかんだで秦は押し切られるのではないか、というような気もするんですよね。華陵天が秦と結婚しそうな理由、フィクションの人物。華陵天は、キングダムのオリジナルキャラで、歴史上の人物ではありません。ですので、いつどの時点で秦と結婚して身を引いても、不都合はないのです。軍師という仕事にやりがいを感じている現在は、そのつもりがなくても、次第に出世して重圧を背負っていく秦の姿を見て、戦場ばかりではなく、心身両面で秦を支えたいと思うようになれば、自然にゴールインがあるのかも、と考えてしまうのです。そうでなくても軍師は、将軍の女房役みたいなところがありますしね。羌かいが秦と結婚しそうな理由、歴史から忽然と消える。華陵天と違い、羌かいは実在の人物です。もちろん歴史上の羌かいは女性ではありませんし、トーンタンタンもしません。それに、一軍を任されるような大将軍なので、将軍同士の結婚は無理じゃね？というのがネットの意見です。しかし、カワウソは大いにあり得ると思っています。というのも、羌かいは、紀元前228年に王翦将軍と共に趙を攻めて、遊牧王を捕らえて趙を滅ぼし、さらに兵を率いて燕を討とうとして中断に駐屯した時点で、記録から姿を消しているのです。この時点で、キングダムの羌かいは32歳くらいですから、やや遅いかもしれませんが、登場しなくなる理由が秦と結婚したからでも、話に不都合はありません。カワウソ予想は羌かい。その悲しい理由とは。カワウソの独断と偏見の予想では、秦と結婚するのは羌かいだと予想します。それは、華陵天が身を引いたからではなく、
彼女が戦死するからではないかと考えています。紀元前233年に秦の将軍である桓騎は趙の李牧に挑んで敗戦していますが、この時に桓騎の軍勢に参加していた華陵天は何らかの理由で退却が遅れるか、また戦場にとどまらないといけない理由があり戦死してしまいます。かっこ予想。個人的には桓騎が逃げるために時間を華陵天に稼がせ、そのせいで死んだと予想してみます。秦王政は味方を見捨てて退却した桓騎に激怒して、桓騎の一族を殺し、怒った桓騎は秦を脱出し燕に亡命します。この時本当は秦と華陵天は趙との戦争が終わったら結婚しようという契りを結んでいて、それは儚く散ってしまうという悲しい理由です。史実では戦記の兵力で燕の大使丹の首を取った秦、また史実では秦は計画を使って秦王の暗殺に失敗した燕の大使丹を戦記の軍勢で執拗に追い続け、両刀で丹を捕まえてその首を取ったと記録されています。この燕の大使丹は燕に亡命した桓騎こと韓王騎をかくまった人物、つまり秦から見れば婚約者華陵天を見殺した憎むべき桓騎をかくまったという憎悪の対象になります。それが秦の闘争心に火をつけて大手柄を立てさせたというのが、歴史とキングダムの物語をリンクさせた落としどころではないでしょうか。三国志ライターカワウソの独り言。華陵天の天には三国志の朝鮮のイメージがあり、どこかに発光という感じがあります。予想としてはあまりにあんまりな予想ですが、王騎将軍の死といい、キングダムでは重要な場面では躊躇なく登場人物を殺している点があります。それがオリジナルキャラならなおさらではないでしょうか。心の空白を抱えたシーンに教会が寄り添い、二人は結ばれる。発光な華陵天のためにも幸せになろうと誓う。カワウソのイメージではそんな感じです。